山上です。今日はうどんを食べます。なんだろう、カレーカツカレーうどんの上に、だが違う違う、ごめん、カレーそばです。うどんじゃないです。そばです。すいません、カツカレーそばです。では調理していきたいと思います。おーいっす。これね、カツカレーそば食べるの初めてなんですよ。そばといえばきつねそばばっかですしね。まあカツカレーでもそうなんですけど、とんかつとそばとかご飯はすごい合いますよね。うまい。つまみは絶好です。そばもうまいわ。うまい。最近っていうか、こう何ヶ月、2年ぐらいかな。下切ったから熱いもの食べれなくなって、カツ丼とかカツカレーとか出してきちゃったのに食べれなくなったんですよ。でもね、最近すごい調子が良くて、この熱いもんでも食べれるようになりました。うまい。普通さ、
カツカレーといえば、うまんでしょ。カツカレーでしょ。で、今回そばにしたのは、そばでもうまいってことを、実感したかったですよね。うめえ。このそば17円ですよ。17円。もう貧乏人にとってはすごい大量だな、これは。とんかつとそばがこんなに合うなんて思いもしなかった。ふと思いついたんですけどね。これね、大学生の子、バイトしてたんですけども、洋服屋だったんですよ。で、まあ、12人になったら、早く食べてこいとか言われて、食べに行くんですよ。店がないんですよね、店が。かろうじて近くにあったそば屋さんに食べに行ってたんですけども、田舎もんですから、そばの味とかわからないんですよね。今はバイトに集中してたし、働くことがすごい楽しみだったから、それはそれでいいんですけどね。カツそばもうまいし、ビールもうまいし、去年は入院してたんですよ。それで去年ベッドにいた人は、もう末期の患者だったんですよね。
同じレストランでピザをご用意したんじゃないかな。会話ができなかったからね。もうその人はこんな治療を続けても仕方がないからホスピスに入れてくれたんですよ。ですんで、ホスピス病棟なんてないんでしょうね。結局、ホスピスに空きが出るまで訪問診察受けながら空きを待つって感じだったんだけど、そんな変なところで空きを待つなんてないんですよね。じゃあどうなったのかなって時々思い出すんですよね。まあ、噛んじゃった。何ですか、足を噛んだりとかね、具合ができないとかね、そういうことがあるんですよね。今日のとんかつカレーそば、うまかったでしょ。ぜひ試してください。それでは、おやすみじゃないよね。ごちそうさまでした。